します。今日はね、ふうふうふうのリニューアルオープン記念日パーティーですけど、まあふさわしい話は何かなと思って、さっき自己紹介でね、このふうふうふうみたいな場所はすごくいいな、これからの時代はあると思いますっていう話をしたんでね、まあその本来の私がお得意な宇宙法則的な話をしようと思うんでお願いします。で、竹本さんの宇宙人とか UFO という話にも大いに関わるんですが、実はね、その3次元っていうのは完全に周波数が制限されている世界なんですね。で、宇宙というのは周波数が異なっているのを楽しむゲームというか、ただその制限がかかっている人には楽しめないんですけどね。とにかく宇宙人だろうが地球人だろうが肉体人間だろうが霊だろうが周波数が違うっていう、それだけのことなんですね。全部存在してますし、ただいまの地球上にもいろんな宇宙人が来てますし、どこにでも普通に宇宙人はいますけども、他ならぬ地球人だってちょっと遅れた宇宙人という見方もできるわけですが、ただ周波数が違うんですね。で、その周波数にチューニングできるようになると、宇宙人も見えるし、霊も見えるし、あの世の人とも会えるし、地底人とも会えるし、ということが、これは特殊能力とか超能力じゃなくて、実は誰でも持っている能力なんですね。ただその能力を開花してしまうとですね、地球はコントロールできなくなりますので、やっぱ庶民と呼ばれる人みんなには制限を持たせたいんですね。そうすると肉体で死んだらもう人生は全部終わりだとか、人間は生きてるうちが花だとかいうことを一生懸命教えるわけですね。で、死んだらもう霊なんていないっていう強気で言うような人が教授になったり先生になったりするわけで、でも実は日本人なんかはもう何百年も前から肉体死を迎えていても存在しているということを人はですね、もう前提に受け入れているので、だからお盆休みはあるわけですね。お盆休みっていうのは肉体がない人を出迎えてまた送り返したりっていう、そういうセレモニーですからね。だから別に肉体があってもなくてもそういうこととは関係なく、人というのは存在してるんだと、常にということがもう前提として受け入れているので、お墓参りをしたりお家にも仏壇があって手を合わせたりとかみんなしてるわけですね。で、その当たり前のことをしてると現代社会では、そんなこと信じてるの？とかいうような人も出ちゃうぐらいの社会風潮をマスコミが無理やり作ったわけですね。で、実際そのマスコミに載せられて、その UFO が宇宙人とかまともなこと少しでも話すと、そのまともなことを話してる人が頭おかしいんじゃないかっていう扱いを受けてですね、精神病院に入れとかっていう、そういう扱いも受けちゃったりするわけだよね。これはすごく悲しいことでもあるし、すごく深刻な問題だと思うんですね。で、私もですね、もう幼少期から夢を通じていろんなメッセージを受けてるし、いろんな、まあ俗に宇宙人的なものを認識してきたので、そのことをやっぱり学校とか行って周りの友達とかに話すと全然理解してもらえなくて、すごく苦労したんですね。それぐらい皆さんはテレビとか新聞の内容を信じていたり、親に何か言ってもそんなバカなこと言ってるんじゃないよとか、そういう否定を何度か受けて、そういうことは話しちゃいけないんだっていう、そういう気持ちに勝手になってですね、そういうことをタブー視するようになるんですね。そうするとですね、肉体死について話すことすらタブーになるわけですよ。これはすごく面白いと思うんですけど、今肉体で生きてる人は例外なく肉体死を迎えるわけですよね。ところがその肉体死について語ってはいけないという社会風潮は一体何が目的なんだろうかっていうことなんですよね。それを何十年もかけて突き詰めていろいろ調べてみるとですね、結局肉体死を迎えたところで人は非物質なんで、そんなことは大したもんじゃない、問題じゃないということになると、
コントロールができなくなるわけですよね。例えばつまんない仕事だな、嫌な会社だなとか思ってる人でも、何年も何十年も我慢して勤めるとしたら、その最大のモチベーションというのは肉体死を迎えたくないからなんですね。つまりこの3次元の現代の社会の仕組みのほとんどは肉体死を避けるということを理由に行われていることがほとんどなんですね。だから医療というのもいいことをしているように一見捉えられますが、実はその誰もが肉体死を迎えるという当たり前のことをまるで悪いことが起きるみたいなことを刷り込んで、その肉体死を避けようとしたり、それを先延ばしにすることのために大量のお金やエネルギーを使ってですね、そういう一種のビジネスなんですね。医療と完全にビジネスなんですね。ほんの500年前だったらもう多分医療ってなかったんですね。別に人間が死ぬのは当たり前のことなんで、全員がそれはよく理解していたし、だから人が死ぬからっていうふうに悲しむっていうこともないと思うんですね。まあ喜ぶ人もまあそれもどうかと思いますけどただですね、そのあおめでとうと卒業したねとそういう話になっちゃうだけなんでね、その本来日本では当たり前だった価値観をね、やっぱここに来て普及させることはすごく大切なんじゃないかと思ってですね、で私はこのいわゆるテクノロジーが進化してコンピューターとかみんな当たり前にやってる時代についてもなっても、その人は非物質存在なんですよということをこんこんとね年数をかけて語っていくことで、その肉体死をひたすら恐れて避けようとするというある種愚かな行為をね、もう皆さんにやめさせたいなっていう思いがすごくあるわけですね。でその肉体死を恐れて避けたいと思って避けることができれば、それはその努力する甲斐もあるでしょう。ところがですね、まあ歴史を調べると分かりますけど、どんなに権力を持っていても、どんなに力を持っていても、所詮は大抵は100年以内に肉体死を迎えるわけですね。で今は無理やり医療の力に頼って薬を飲んだり手術をしたりして 100歳ぐらい生きることもそんな珍しくなくなってきてますけど、江戸時代ぐらいまでは50年も生きればよしっていうのが普通の姿だったんでね。そんでももしかしたら40年ぐらい生きてくるといろいろ不都合、生きていく上での不都合っていうのが生じるわけで、それは今の長寿社会でもね、もうここまで生きちゃってよくも大変な気の毒にっていう人も残念ながらいるかもしれないと思うしね、その時にだからって言って楽にしてあげるよって何かやったら、それは殺人犯に問われてしまうわけですよね。ところがですね、ほんの数百年前まではおば捨て山っていう言葉に言われている通り、もう3次元で生きておくのはかわいそうだからっていう理由でね、そう捨てに行くということは普通に行われていたわけですよ。これは日本だけじゃなくて世界中で行われていたことです。それを現代人は肉体死が悲惨なことだっていう刷り込みを受けてるんで、昔の人はなんてひどいことをしていたんだって勝手に思ってしまうんですけど、でもそれって本当にひどいことなんでしょうかっていう話なんですね。本人が痛くて苦しくてもう死にたいと思ってても、でもその死にたいからって言って死なせてあげたら、それは殺人に手助けをしたという扱いを受けて逮捕されてしまうっていう社会の方がよっぽど歪んでるんじゃないかと思うんですね。で現在でも実は外国に行くとですね、肉体死が本当のセレモニーである地域があるんですね。だから肉体死をした人がいるとですね、本当に派手な飾り物をしてですね、よくのきらびやかなもので、なんか、まあ、日本で言ったらその出汁とかそういうのに近いもの乗り物を担いでですね、本当にお祝いをして踊ったり歌ったりしてみんなで飲んで食って騒いだりして、そういうおめでたいセレモニーとしてそれのことを日々の現実として受け入れてる人も実際いるわけですね。だから本来は日本人はそうだったと思いますし、だからこれからもやっぱそこに戻すべきなんじゃないでしょうかというふうに私は思っていてですね、ただただ肉体で長生きをさせるために金儲けをしてるなんていうのは普
通の殺人をしている人よりも全然たちが悪い行為だと私は思うんですね。でなぜこういう考えに思い至ったかというとですね、まあ、私はまあ小さい頃からそういうふうに感じていたというのはありましたが、今回その死にそびれた脳幹出血であのように思いっきり言って帰ってきくるとですね、まあ、肉体が本当にもう見事にこれ以上のスクラップはないだろうという状態になってたわけですね。そうするとまあそれは医療ビジネスの人にとっては最大のカモが訪れたという話になるんですよそうするとまあ良かれと思ったふうにしてこんなことがあるよ、あんな方法があるよっていろんな人が声かけてくるわけですね、うん、でまあそれはでもまあ別にそれで私から金儲けしようとは思ってないでしょ。実際私はもうお金全然稼げない体になってるんで、そういう意図はないにしてもね、やっぱそういう風潮があるわけで、でそれが実はね堂々と実現しているのが人工透析という世界なんですね。で私は全身ほとんど機能しなくなったけど腎臓もやっぱり機能しなくなったんですよ。そうすると何が起きるとか言うとですね、普通なら 尿と一緒に排出するはずの毒素が体の中に溜まるんで、その自分が作った毒素で自分が意識不明になって倒れちゃうんですよ。それでだから歩く練習を始めてる時にですね、そういうことを理由にまたせっかく歩き始めたと思ったら意識不明で倒れて救急搬送されちゃったんですね。でやっぱ意識がない人間から意思確認はできませんから、当たり前のように血液検査をして、ああ腎臓がかなり悪いですねってことになってですね、で首からその注射針みたいなのをずっと刺しっぱなしで首から血液を透析の機械にかけて、その機械で腎臓の肩代わりをさせるわけですね。という、まあ、要するにそれを血液透析というわけですけどね。で腎臓が悪くなるとそれを始めるんですけど、実はそれは一級障害者といって 100% 国費なんですね。自己負担ゼロなんですよ。だから実は初めのうちは、まあ、緊急だから首でやるけど、それを腕でできるように腕の血管の動脈と静脈をつなぐという不自然な手術をして、腕に針を刺すだけで大量の血液を取り出して戻すということができる体に肉体を改造してですね、そんで毎週週3回とか4回その透析クリニックに行くって、こうやって腕を伸ばして何のためにこんな風にして生きてるんだろうなっていう気持ちになりながらですね、その血液を機械にかけてやるっていうことが、ただそのクリニック的にはただ針を2箇所に刺して 3,4 時間放置するというだけで、それでも数万円もらえるんですよ。それを毎週3回とかだから毎月何十万、毎年何百万、何十年も生きれば何千万もその人から売り上げ立つわけです。しかも本人負担ゼロですから、本人がどんな貧乏人を言っちゃ悪いけどいいわけですよ。国から全部請求したわけですね。だから国に請求するのいいことに全然割引をしないわけですよね。ただ針を2箇所に刺して機械にその血液を通すというだけの作業で、その一人の人間から何千万円ものお金を巻き上げることができるという、もう格好のビジネスになっちゃってるわけですね。だから当然もう私は一回意識不明になって病院に運ばれて改造させられて、そういう体にカモになってしまったんで、当たり前のことながら死ぬまではカモですよっていうつもりで相手はやってるわけですね、クリーニングは。でも私は自分の意思があったんで、その今の医療ではその治すことはできないとされてるんですね。で実際たくさんの話を聞くとですね、移植をした人は治ってるケースもあるんですが、ただ一時的に治ってもやっぱ数年後には悪くなっちゃうみたいなんですけど、ただ私はその地球のテクノロジーで無理ならね、まあいわゆる超能力でも霊能力でも何でもいいけど、とにかく意志の力で治してやるって決めてですね、そしたら本当にみるみる良くなってですね、だから私はものすごいその院長をはじめそのクリニックには反対をされてましたけど、どんどん回数を減らして時間を減らしてですね、で結局週1回に1時間だけで OK、 それで問題ないですというところまでこの数年かけて持ってきたんですね。でその週1回でさえもどうかなっていうところで、その隔週にしますと、そしたら月2回しか針を刺しませんという状態に今強硬的に持っていって、
そしたらもう向こうはですね、それをやってあの命の危険をさにさらしても何もあの医者を訴えたりはしませんみたいなことの覚え書きみたいなのをサインさせられてですね、とにかく向こうはそれぐらい命に危険があるんだという脅しの作戦に入るわけですよ。そうするとそれビビってね、じゃあやっぱりやりますってなる、戻ってくれることを願ってやってることだと思うんで、ね、まあここはだからもう本当に気力でよくしようと思いますけどね。でまあ話を戻しますと、実はその周波数なんて意志の力が強ければ何でも実現するんですね。だから腎臓は絶対治らないとされてますけど、どんな病院行っても医者に聞いても腎臓は治らないと言われても、いやみんなが治らないのはみんなの自由だけど、でも私は治しますよと、そういう意思をすごく明確に持っていれば実際に治っていくんですね。で実はですね、人間でも指が取れちゃうと、あの慌ててくっつけようと思って切った指を持っていくとか、そうすると手術で本当についたりはするらしいんですが、ただ原則的に取れた指が入るっていうことはみんなないと思い込んでますよね。でないと思ってるから、取れた指はもう入らないと思ってたら実際取れた指は入らないわけですよ。だから薬剤映画じゃないけど指を切るとかっていうことはそのドラマになるわけですけども、でも実際はその発展途上国とかであの指でも足でも取れたものが生えてる人はいるんですね。ただそれはまあ医学は絶対認めちゃまずいことなんですよね。それぐらい医師の力というのはすごくてですね、でも私は小さい頃によくトカゲを捕まえて遊んでたんですね。まだ自然が豊かで普通に庭にトカゲがいたんですけど、でトカゲを捕まえようとして尻尾を捕まえると尻尾が切れちゃうんですよ。それで逃げちゃうんですね。でもそのトカゲは尻尾がまた入るらしいんですよ、うん、でそんなの当たり前に見てたら別に人間だって何が取れようがなくなるようがまた再生するでしょと思ってたら絶対な再生すると思うんですね。ただそれを阻止するのが医療というのがあるわけですよね。だから病院とか医者行けばそんなことあるわけないって一番鼻で笑って終わりだと思いますけどね。まあそれぐらい医師の力というのは、まあ周波数っていうと硬いんでね、まあそれを波動って言ったり、まあ脳波とかいうのも、まあ結局は周波数ですよね。でテレパシーっていうのも周波数なんで、まあとにかく全部波動なんですね、周波数なんですね。だから周波数をどこにチューニングするかということで、そのもう人生はどうにでもなる、もう究極的には死ぬも生きるもどうにでもなるわけですよ。それで死んだ人がいたとしても別に肉体死を迎えてもそのスピリットと交流できれば肉体で生きてようが異次元にいようが何の問題も起きないわけですよね、交信ができれば。でもともと日本人は結構それをやっていた人種かと思われますのでね。で最近はそれができる人がどんどん増えてきてるかと思いますんでね。でそのアトランティス時代とかは結構みんなそれを当たり前にやってたと思うんですね。というのは肉体で生きてる人が半分霊だったみたいな文明なんですよ。そうするとそれもチューニングでですね、実はそのアトランティスはないっていう人はその物的証拠がないからそんなの嘘だとかデマだとか創作物だとかいう人はいるんですけど、そのチューニングができないんですね。でその時間のチューニングというのもまずありますね。1万年以上前にチューニングができる人があまりいないので、そうすると1万年以上昔の状態を掌握できる人がいない。そこがその周波数をチューニングできないということが最大の障壁になっているわけですね。あとはその3次元というのもコテコテに周波数がまあ荒いというか低いというとね、低いっていうと悪いイメージを与えちゃうんですけど、結局その精妙な波動になるほど高次元になるんで、だから肉体死を迎えて霊になれば肉体で生きている一人はまだあの精妙な周波数だと言えるわけですけど、でもとにかく肉体じゃない周波数に同調できれば相手が肉体を持っていなくてもコミュニケーションができるわけなんですね。だからその肉体がない人に同調して普通に会話ができる人が結構そこそこにいて、日本なんかはそれが沖縄でいた場合はユタと呼ばれてましたし、東北にいた場合はイタコと呼ばれていたわけですが、
その肉体がない人間と普通に通話できることはもう昔から日本では当たり前のことだったんですね。ただ遡ればですね、そのアトランティス時代はみんなそんな能力はあったんじゃないかと思われるんですよ。でその物質というのもですね、周波数を与えることで変化を与えるというのが正解で、その重機を使って重力に逆らって物を浮かすっていうのはすごく幼稚な発想でして、実はその周波数、音も含めてなんですけどね、音も周波数なんでね、音とかその念力、今の言葉で言ったらね、そういうものをうまく使うとどんなにでかくて重いものでも自由に動かしたりすることができるんですね。で実はピラミッドとかも、エジプトの大きなピラミッドとかもそういうテクノロジーで作られてるん で現代人の人が想像するみたいに奴隷を何万人も使ってヒーヒー言って懲らしめて作ったっていうのは勝手に勝手に想像して言ってるだけでね、実はそうじゃないんですよ。みんなで和気あいあいと楽しんでと手をつないで遊びながら、その意識の力をその物理的な力に変換するという技術でもって作り上げたいうものなんでね。でこれからの地球もだんだんまたそうに戻っていくかと思われますんでね。そうするとですね、そのテクノロジーと呼ばれているものはですね、中身が結局ね、霊能力とか超能力にまた近づいていくということになるんですよ。で実はその量子力学とかね、いう最先端のその物理学もですね、そのセルンとかいうのがまあスイスにあるらしいんですけど、それっていうのをその物質の究極を何かっていうことを調べ始めてるんですけどね。でも結局量子っていうのは詰まるところ物質じゃなかったんですね。じゃあ物質じゃないとすると何かっていうとですね、いわゆる霊なんですよ。要するにその物質かと思ってたけど、観察してるとあるけど観察しなければないし、その意思を持ってるということがだんだん分かってきたんでね。それっていうのはちょっと前まで古典派に学者とかがみんなバカにしてた、要するに超能力とか霊能力のことを真顔で話さなきゃいけなくなるんで、絶対そういう動きは阻止したいという力が働いてるわけですね。ということもあって日本は一時はね、世界をトップを走る先進国だったのに、量子力学についてはもう後進国になっちゃってるんですね。でもそんな政府とか大企業とか学者なんかもどうでもいいから、もう普通の民間の学生とか無職みたいな、それこそだらしないというふうに見えるような人を中心にね、本当は宇宙とはそういうもんなんだよと、物質とはまやかしなんだよと、霊とか魂とか言ってそれこそが本物なんだよということをどんどん発信する人がもう出てこなければいけないタイミングかと思われてですね。で宇宙人というのもそこが進まないと、もうこれ以上話はずっと平行線なんですね。結局宇宙人はいないという人は、チューニングができない人はもう多分急にできるようにならないでしょ。でその人が生きている限り宇宙人はいないということを言い続ける、それが続くだけなんですね。ところがですね、そのチューニングができる人は要するに頭がガチガチじゃないんで、その宇宙人と普通に友達になって宇宙船に乗せてもらって星、いろんな星に行ったりしてる人はですね、この三次元的な肩書きは大抵無職かいや自然とそういうことになるわけですよ。まあ間違ってどっかに就職してもすぐクビになったりとか大体そういうキャラになってしまうと思うんですよね。結局その霊能力とか超能力っていうのを当たり前に捉えて自分も使ってたら、やっぱそういう扱いを受けてしまうという、それが今のその文明はそういう背景がありますんでね。だから私も子供時代からすごい苦労したんですねだから自分が変人で気違いだっていう扱いを受けないようにどういうふうにすればいいかっていうのがあってですね、それでももうそれこそ高校生と同じようなアルバイトに量をもらえるような仕事にしかお嘘をつけなかったわけですね。そのどっかで普通に給料をもらって働き出すとですね、その確信をついたことを上司の人に言ってしまうわけですよそうしたらもうこれは要注意人物っていうことになってですねもうまず出世はできないし、その前にもなんとかあいつを いなくさせようっていう力が働いちゃうわけですね。そこでもう私は3次元で成功するっていうのは諦めてですね、
でもそういう素質がある人ってもともと一定数いるんですね。でもやっぱり3次元は当分お金がないと生きていけないという時代が続きましたからね、結局その能力に蓋をしてくだらないと思いながら一緒にバカ話を楽しそうなふりをして振る舞ってる、俺はあの子が可愛いとかあの車がかっこいいとかそういう方に興味を向けてですね、あたかも普通の人の仲間入りをしたようなふりをしてる人だけがクビにならずに給料をもらってるっていうことを続けてるわけですよ、うん、そういうのをいろいろ社会の実態を見るにつけてですね、こんな無理のある文明をあんまり引っ張っちゃいけないなと思ってですね、でもそこに考えが甘え及ぶとですね、結局自分がテロ実行犯になっちゃうわけですよいやこんな文明早く終わらせてね、もっと高次元の文明を起こせばいいんだって、実際テロを起こしてる人ってそういう発想なんですよね。結局肉体で生きてるのは不浄で不浄な動物みたいな生き物だと、低次元な、だからもっと高尚な存在にしてあげると、それは肉体者を迎えさせてあげるよということなんですね。だからいっぱい人殺しをしたことは素晴らしいことをした功績になるわけですよ。だからフォアだよね、フォア、そうそう、まあ日本でもそうありましたけどね、だから本当にそういう発想につながりやすいんでね、だからまあその発想もそこそこにしといて、私もそれなりに3次元を楽しむふりをしながら苦しみながら40代まで過ごしたけど、でもやっぱりその無理がたたってか脳の血管が切れたり出血をしたりしてですね、完全にスポイルした肉体になってしまいましたんで、開き直ってですね、子供の時から感じていたことをもう気がつけばいいおっさんなんでね、まあ堂々ともう情報発信をしようというふうに決めたわけですね。だからでも今の周りの反応を見てると、意外とあの人アホかと思ったけどまともなこと言ってるよっていうふうに気づいてくれる人がちょっとちらちら出始めてるんでちょっと希望を持ってですね、ちょっとこのまま自信を持ってね、その本当は宇宙は非物質であると、人間も本当は魂とかいろんな言い方があるけどね、かっこつけたいならアストラル体とか言ってればいいわけでね、とにかく非物質であるということを皆さんに認識してもらってね、だから肉体死を恐れたり肉体死を避けるというそういうことは愚かな行為なんですよ。だからむしろ周りの人が肉体死を迎えるときは祝福してあげましょう、そういうふうな社会風潮を作りたいなと思っているんで、ね、そんな活動拠点としてね、この夫婦も使えたらいいななんて、そんな思いなんで、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。Outdoors.